ファンの皆様ならご存知、今日は勤労感謝の日。たくさんの情報解禁が届いていますので、お聞き逃しのないように。勤労感謝の日2023の今日はリリースラッシュ。まずはこちらから。ガロと共に歩んできたジャムプロジェクトが、ガロのみで一夜限りのプレミアムライブ、ジャムプロジェクトガロライブ2023烈火演奏を12月1日豊洲ピットで開催。チケットはすでにソールドアウトとなっていますが、このガロファン必見のライブの生配信が決定。チケットの詳細は概要欄に記載したホームページをチェックしてください。烈火演奏のごとき熱き夜を体感せよ。情報初解禁。ガロシリーズの世界観を網羅した展覧会、ガロ展守りし者の記憶が開催決定。2月2日金曜日から3週間、有楽町マルイに鋼を継ぐ者をはじめ歴代作品の貴重な展示物が勢ぞろい。ここでしか買えないグッズも展開予定。詳細は続報をお待ちください。情報解禁はまだまだあります。ピア株式会社よりスペシャルブック、ガロピア2024の発売が決定。発刊は来年2024年を予定。最新作ガロ鋼を継ぐものはもちろん、最新インタビューやイベントレポートでガロの世界をたっぷり紹介。詳細は今後随時発表、お楽しみに。そして年末、ガロプロジェクトからのプレゼントといえばこちら。ガロファンの皆様に感謝を込めて、雨宮啓太監督書き下ろしイラスト付き年賀状をプレゼント。応募受付は本日勤労感謝の日11月23日から。詳細はガロ公式 X でお知らせします。皆様ふるってご応募ください。そして今年は道外龍河シリーズ記念すべき10周年。闇を照らす者の放送から10年の間に、道外龍河を主人公とした数々の作品が生み出されてきた。まずはこれまでの戦いの軌跡を振り返ってみよう。因果の渦巻く町ボルシティで幕を開けた道外龍河の物語。まだ若く荒削りな魔界騎士だった龍河は、仲間と共に戦い、時にぶつかり合いながら黄金騎士として成長。俺はこの輝きで未来を照らす。死と母の思いを胸に、漆黒に染まったガロの黄金の輝きを取り戻した。ラインシティでの激闘の末、ガロ将の鎧を召喚した龍河は、闇に落ちた魔界騎士ジンガとの因縁の戦いに身を投じることに。己の弱さを受け入れ、光と闇を合一したガロ恩を発言。守りし者としてジンガの野望と魔城ラダンを粉砕した。ジンガ、復活したジンガと再び対峙することになった龍河。守りし者の存在意義を愚弄するジンガに、龍河は人の命と未来を守り続ける使命を誓う。迷いなき覚悟をまとった刃で、その因縁に終止符を打った。そして道外龍河シリーズ開始から10年を迎えた今、龍河の新たな物語が幕を開ける。よく来てくれました、黄金騎士道外龍河。私とクレアスティに来てください。破滅の門が開くだと。破滅の門には人の因果を増大させ闇へと誘う力があると言われています。俺たちの手で破壊しよう。やるしかない。貴様を倒しに来た。鋼の鎧、白羽相馬。俺は誰とも組むつもりはない。相馬はきっと父親の帰りを待っているんだと思います。迷宮アリビスへ行き、破滅の門を封印する。剣を持て。答えは戦いの中にしかない。
闇よりいでし貴様の因果、光を受けて闇に帰れ。ガロ、鋼を作る者、仕事のしがいがあるな。道外龍河の新たなる物語が始まる。ここからは出演者からのメッセージとともに情報を解禁。まずは主人公道外龍河を演じるこの方から。熱の門が開くだと。5年ぶりに帰ってきました。ただいま。そしていよいよ新作キャストの情報を解禁。今回龍河シリーズの舞台となるのはクレアシティ。そこに登場する新たなキャラクター、そして新たな鎧。2024年1月、道外龍河の戦いが幕を開ける。ガロ、鋼を継ぐ者。一番最初に聞いた時は、まあ、すごい嬉しかったですけど、やっぱりガロって言ったら生身のアクションが激しいので、僕今32歳で動きができるかなっていうのはプロデューサーに相談しました。それが意外といけるんですよ。っていうのも僕がすごいとか僕が動けるとかじゃなくて、龍河が強くなってるので、アクション自体の質がもちろん高くなってるんですけど、一番最初の闇を照らすものの時の龍河のアクションで結構がむしゃらにあだこうだ動いて痛いこともしてたんですけど、今回はすごい強いので若干楽です。はい、強いんです。今回の良さは細かいところですごく気を使ってるところですかね。以前のアクションシーンではなかったような、例えばリアクションをやられた時のリアクションですごいパワーが加わったダメージとかをボンってもらうのも、ワイヤー一つで引っ張るだけで、ボンってこう僕にワイヤーをつけてボンって引っ張るだけでだいぶ印象が変わるんだなっていうのを、この鈴村さんのアクションで教えていただきましたね。その積み重ねがとても大事で、僕の印象だと鈴村さんはとても役に対して思いがある人、人一倍なんか考えてくれてるなってのが伝わります。なのですごい龍河を愛してくれてて、それがアクションにこう投影されてるのが伝わると思います。ガロ、鋼の継ぐ者は新しい龍河の物語の始まりです。これから龍河がどういうふうに活躍してどんな成長していくのか、また皆さんで龍河を見守っていただけたらいいなと思います。僕たちも一生懸命頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。頑張ります。そして新たなキャラクターたち。剣を持て。白羽相馬を演じました中野恩です。シリーズ初参加というわけで、アクションシーンや人間を描いたところもたくさんあるので、皆さん楽しみにしててください。一度こう台本いただいた時に、こうまあ相馬のバックボーンっていう部分があんまりなかったんで、もうただのちょっとやんちゃ坊主で、なんかこう何に対しての反骨心なのか分からなかったんですけど、まあそことかも監督とか、まあプロデューサーさんの人たちが変えてくれてからは、やっぱ相馬の人間としての成長部分であったりだとか、まあ、そこら辺をしっかりと描いてくれたんで、僕が演じる時もすごく、なんていうんですかね、相馬にもっともっとこう中に入れたというか、相馬自身になれたなっていうのは自分の中であります。はい、めちゃくちゃ大変ですめちゃくちゃ大変ですけど、やっぱもう真っ白な状態で全部吸収してやろうっていう気持ちだったんで、なんか実際やっぱ作品を通じてこうアクションに触れられるってすごい恵まれてるなと思うし、やっぱアクションチームの方も一流の方たちで、もう僕としてはもう最高の現場だなっていうのは感じました。シリーズ初参加となります白羽相馬を演じました中野です。今回の鋼を継ぐ者は本当に相馬が軸になって進むものだと自分は思って芝居をさせていただきました。本当に相馬の感情でいろいろ動いたりとかで、最終的にはすごく相馬も救われる部分もあったりだとか、爽快なアクションシーンがたくさんあるので、
本当見応えたっぷりの12話になっていると思います。だから皆さん本当に楽しみにしててください。ありがとうございました。続いては、皆さんこんにちは、魔界奉仕のこよりを演じます中澤美子です。今回ガロシリーズ初参加でアクションも初めてなのでちょっと不安な気持ちもあるんですけど、精一杯楽しく撮影に挑んでいきます。頑張ります。本当に皆さんなんか面白い方だったり優しい方がすごい多くて、最初初日とかすごい緊張してたんですけど、こう和ませてくれたりとかして、いや、なんだろう、こう入りやすい環境というか雰囲気だなってすごく思います。いや、最初本当にやっぱ難しくて、こうエクササイズにならないようにっていうのはすごい言われていて、やっぱりこうアクションとか戦うっていうところでこう目力だったりとか、こうただ動くとかじゃないので、戦う目線とか目力とかはすごい意識しました。今回初めて参加させていただいているんですけど、今こう一人一人が全力でこう一丸となって作り上げている作品なので、ぜひ楽しんで見ていただけたらなと思います。よく来てくれました。続いては、黄金騎士道外龍河、魔界奉仕の睦月を演じます黒谷友香です。そうですね、今回魔界奉仕ということでいろいろ楽しく術を使わせていただいておりますけれども、とても現場でも楽しく演じさせていただいていて、完成がとても楽しみです。皆さんぜひご覧ください。そうですね、すごくアクション監督の鈴村監督がその睦月のこのお衣装を生かすようなこう振り付けだったりとかしてくださるのをやってみて初めて自分で感じられて、周りの方々もすごくこう綺麗だったっていうふうにおっしゃってくださったのがすごく嬉しかったですね。なんかくるくる回ってみたりとか、こうこの辺がすごく綺麗に見えてみたりとか、優雅な部分もありだけど、その中に強さもあったり芯もあったりっていうのを絡めて、こうそのシーンを演じてみたりアクションを演じてみたりっていう、それがすごい今回楽しいなっていうふうに思います。皆様お待たせしました。ガロ最新作ができました。みんなで頑張って作ってまいりましたので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。そして最後にこの男、ガロ鋼を継ぐ者、魔界騎士五道役の萩原正人です。今回初めてのガロということで、命を懸けてこの世界を守ります。信じてください。カッコつけられるかなと思いました。不安でした。やっぱ有名無名関係なく、やっぱかっこいいんだよ皆さん。本当に僕やっぱりね、本当にかっこよくやるとかやったことないんですよね。なんかだからそれは本当に初めてチャレンジさせてもらうっていう、チャレンジっていう気持ちで、自分流にアレンジできるかなっていうのとかをすごく考えながら今はやってますね。皆さんがガロというものを初めて見て衝撃を受けたであろう、ああいうガロの匂いがですね、すごくある、とてもストレートでシンプルに、かつガロの世界観というものを十分に堪能してもらえる作品になっていると思います。まあ、僕もその世界の中でしっかり魔界騎士カッコつけられるように頑張りますので、ぜひご覧ください。楽しみにしてください。そして今回新しく登場する魔界騎士の鎧鋼。鋼とは無名の魔界騎士が召喚する鎧の総称。本作では物語の鍵を握る重要なキャラクターとして登場する。見た瞬間もうマジで吠えました。もうめちゃくちゃ好きな鎧でした。やっぱどっちかっていうと、こうガロのイメージとかって牙がガーってなってたりとか、結構派手な感じがあったんですけど、鋼ってどっちかというと日本の武士というか、なんかその
まあ、背中についてあのハンニャンみたいなやつとかも自分の中ではすごい好きなスタイルの鎧だったんで、まあ、やっぱ見た時はすごいテンション上がりました。タイトル鋼を継ぐ者の意味とは。ガロ鋼を継ぐ者2024年1月放送開始。お楽しみに。よく来てくれました黄金騎士道外竜が。私とクレアスティに来てください。破滅の門が開くだと。破滅の門には人の因果を増大させ闇へと誘う力があると言われています。俺たちの手で破壊しよう。やるしかない。貴様を倒しに来た。鋼の鎧白羽相馬。俺は誰とも組むつもりはない。相馬はきっと父親の帰りを待っているんだと思います。迷宮アリビスへ行き破滅の門を封印する。剣を持て。答えは戦いの中にしかない。闇より出でし貴様の因果光を受けて闇に帰れ。ガロ鋼を継ぐ者。仕事のしがいがあるな。道外優雅の新たなる物語が始まる。